方しか見えにくいだな。君そのスーパーサイヤ人と。父さんは中に入って2ヶ月ほどですでにスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、余計なことは言うな。サスケ。なんだ。さっきよりももっと俺たちでやんぞ。ついてこれか。ブチャをなめるなよ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。よっしゃ、さらに車モードを上げて二重かたってばよ。逃げないと殺してしまいますよ。あと2回の俺は残して、その変身を。今のうちに。やるなら陽動か連携攻撃を。行きたいと言え。痛かったぞ。赤いチャクラは何だ。
どころかダメージ食らってんだけど。パワーがはるかに増す。その変身をたっぷり痛めつけてね。仲間一人救えないやつ。生意気なやつ。これは今なら全部を変えられそうだ。そのための2年だったんだ。ベジータ、ワッチャー。打ちはできねえ。さっきみたいに相打ちになったら意味がない。そろそろ諦めなさい。なかなかやるではないか。間一髪あの距離から逃れるとはな。こんなことがあってたまるか。戦うぞ。それはこっちも同じだ。こういうやつだった。気に障ったりしなければね。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。待って、損した。
人地底人。すぐに俺を超えるだろ。殴るぞ。いらん。いい加減にしろ。だらだら歩きやがって殺すぞお前。あんなし何にしよう。精神支配を受けた。いや、何かが起きて命令が与えられぬまま置かれた。そんなところが依頼するというのか、引き受けなくても失敗だ。遠くても方角性分かればなんとか木を捕らえられっかもしんねえ。二人が組むってとこまではいい考えだ。お前にとって私とは一体どのような人物だ。依頼するというのか、引き受けなくて。それ以上喋るな。どういうことだ。そう驚く。だがアンデッドの軍勢が墓地の外に溢れ出すかもしれない。確実に死ぬぞ。それよりオラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。参ったな。もっと強いやつまでいるのか。仲間たちを模して作ったものだ。かなりボコボコの形だろう。